い、どうも皆さん、コロンくんです。今日はですね、こちらのアイアムエッグというゲームをやっていきたいなと思います。BGM がめちゃめちゃ過酷なので、どういうゲームなんだろうね。イライラするみたいな。結構難しいって聞いたんで、早速まあやっていきましょうか。プレイスタート。あ、チェックポイント、タイムズと、チェックポイントで行って、あ、行けるのね。はいはい。ここからスタートと。ん？何やんだ？おー！あー、なるほど！アイアムブレット的な感じのやつね。で、落ちたら多分ゲームオーバー的なやつですよね。敵しか言ってない今日な。さあ、進んでって。おーだ、急に BGM が何だったの？なんかいきなり音量上がったけど。おー、すごいな、過酷すぎ割れると目玉焼きになってしまうんだ。よし、いいぞいいぞ、登って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 頑張っていこう。オッケー、うまくない？あ、ひよこさん、あれ両取りで今、あ、で今のがチェックポイントだったのかな。やった。お、意外となんかすげえ鬼畜って聞いたからさ、あれなのかなと思ったけど、あ、ちょっと進んだ。この、そんなことあるの？起き上がれるんだ。あっちゃい、よっちゃ、おっ、おっ、こっちに行けないからね、君ね。そう、卵頑張っていけ。でけえな、これも。キッチンに収まんないぐらいのでかさなんだけど。お、いけるいける、頑張ってか。よしよし。で、そこから、あの、橋に登るの、こう、いけるかな。また BGM 大きくなる気がする。頑張って。ニワトリさん、卵、ベイビーエッグ。お前ならいけるぞ。ひなに帰るんだ、ちゃんと目玉焼きにされんな。この、一気にこう進んでった、こういうのね、そうなんですよ。うますぎる。こうね、やっぱりね、なんでも、重要ね、そういう速さが重要。おー、どうどうどう、で、チェックポイント、よーし、待って、うまくないか。え、順調すぎるんだけど、まだ2、3個くらいしか割れてない。あ、で、こう、ドミノで、ね、こういってって、オッケー、素晴らしい、前に進んで、チェックポイント。ちょっと待って、ちょっと、これ待って、一回会議しよう。僕、これ、15分くらいかけて、やって、編集で10分で、わ、もう、難しい、もうやめだーって言って、投げるはずのゲームだったんだけど、終わるぞ、これ。ちょっと完全に調子乗ってるような発言するかもしんないけど、コロンめちゃめちゃうまい。終わるって、動画の尺がほんと3分くらいの、なんか、しょうもない感じになるけど、これ大丈夫。まあ、うまいに越したことはないから。で、これ、さっきこれ難しいよね。上に上がれない。なかなか、この縦系でこういう感じで上がってって。で、橋が、ああ！そっちじゃない！失敗してしまった！右が、あそこに、最後の、あれがゴールなんか。なるほど。おい、いちいち煽らなくていいから。もう大体コツはつかんでね、はしごで、あそこで、ここから、橋を倒してって。おいよ、いい感じに。もう見えねえな、お前。卵だけじゃねえか。そこから、これで、ね、あそこのフライパンに入れるのか、ソーセージのところ。よし、行くぞ。ちょ、バランス整えて、ここで、こうしてね。ちょ、オッケー。こ、あー、ダメだ！意外と難しい！最近僕ね、本当に卵が好きすぎて、ゆで卵があるんですけど、味付け卵をね、スーパーの卵、あの、ボックスごと買うっていう。なんか、ああいうのってさ、卵さ、二つとかでさ、ついてくるじゃん。あ、クリアしちゃった！マジ？マジで言ってるこれ。ちょ、え、全然動画にならないんだけど。で、またこれ、次のステージがあるみたいな感じよね。分かってんだよ、こちらでね。あれ？ないな。あ、終わり。え、ちょっと待って。もう戻れもできないんだけど。あ、ね。さよなら。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。